はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、だいぶ涼しくなってきましたが、草の成長もですね、少し落ち着いてきたかなというところです。ですがまだまだ元気は衰えてないようで、ちょっとずつ伸びてます。なので、とりあえずブルーベリー前の柔らかいところ、こちらガッツで買っていきたいと思います。この間ですね、この初めて使っていろいろこういう感じなんだっていうのが分かってきたんですけど、まあその後にカボスさんもですね、コードの刺し方とか深く刈るやり方とかをまた改めてご紹介してくださってありがとうございます。またそちらをちょっと参考にしながらですね、今日もとりあえず全面を刈るっていうのを目標にします。でその中でですね、そういうちょっと深刈り斜めにしてスーッとアシストしてもらうっていう感覚をつかんだりとかっていうのを少しずつ慣れていこうかなと思っております。まあ、まずはこの新たな草刈りのスタイルになれるというところを目標にしたいと思いますので、虎刈りでも気にしない、はい、それで楽しくやりたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ早速やりましょうかね。はい、いつものとこですね、ブルーベリーの畑の苗木の前です。もう周りは草刈りきれいにしてあるの、草取りきれいにしてあるのでギリギリ攻めずにいけるかな。あとカボスの苗木ちゃんもですね、ちょっと今影になってますけど、分かるかな、この間土を入れたのでギリギリまで攻めずにいけると思います。傷つけないように、今日はぐるぐるして刈ってみようかな。ぐる刈りで地面をですね、で長いとこと短いとこともう混在してます。こんな感じでふっかふか、ほんといい感じの芝生って感じなんですけどね。なんでまあとりあえず怪我なく楽しくいきましょう。今日使うのはわからんです、何か。もう全部吹っ飛んじゃってですね、ちょっと最初にせっかくお試しでついてたやつがもうないので、自宅の倉庫に転がってた2本持ってきました。わかんない、何かわかんないですけど、とりあえずなんかね、ツイストしてます。ツイストしてる四角いタイプのやつですね。これやってみましょう。まああれがね、トルネード S でしたっけね、あれがやっぱ硬くても切れやすいっていう、違う、少ないパワーでもすごい切れ味がいいですよみたいな感じでしたよね。だからあれが一番いいんでしょうけど、こうでしたよね、こっから通して穴に通すでしたよね、こうだよね、合ってるよね、穴から通してこっちだったっけ、違う、こうだよな、一直線に刺すんですよね。これでまた間違ってたら最悪だな、これ申し訳なさすぎる。こうかな、これやっとくスポスポ落ちないですもんね。よし、 OK、 それでやっていきます。ナイロンコールなんですけど、今日はちょっと頭痛があるのでこれで頑張ります。まあ飛散物も少ないので、ちょっとねタオルも忘れてきたんですけど、と怪我のないようにいきましょう。それじゃあやっていきます。何も考えずにアシストされます。これちょっと根付けが立ってるよね、やっぱダメなのかな、他のじゃ合わないのかな、そうじゃないよ、ちょっと分かんなくなってきた。はい、バッチリ間違ってましたね。今カボスさんの動画見てきました、すいません。丸から通すんですね。こっちのまあマシン側のヘッド面側の表面ですよね、から刺して丸の方に通してこのトンネルにくぐらせるですね。丸からトンネルですね。
もう覚えたぞ、もう抜けんやろ。めっちゃ飛んだ。いや、ツユクサが端にあって、ツユクサがものすごい飛びましたね。他のは全然立ってる時には感じなかった。こっちの際に行く時にバチバチって飛んできましたね。種類にもよるんでしょうね。あ、でも気持ちよくプカプカ浮いてくれるから何も考えてないですよ、私は。アシストされまくりです。いや、気持ちよく枯れたよ。終わらせます。
よぎれや。もうなんか言うの、あとちょっとなのにって。マジかよ。なんか、どんだけ私。行ってきました。あとはあっち行こう。はい、綺麗に枯れたんじゃないかな。もうほんとアシストされるがままに買ったんですけど、ほんと綺麗な割り終わりになったと思う。まあね、途中やっぱりあって思うところはあったんですけど、均一に草が生えてるところ、こういうこの辺はもう同じぐらいの密度で同じぐらいの長さで、で下の方がこうはげてるとかっていうところもないんですね。地面がはげてるとかっていうところがないところは本当に気持ちよくアシストされましたああそうしたいのね、うんうんみたいな感じで、もう手も何も力入れずに、本当にちょっとこう弾き飛ばされるのを防ぐためにしっかり固定だけはしとくみたいな感覚だったので、本当綺麗、1センチぐらいかな、ちょうどいい、うん、気持ちいい、ふわふわして心地いいぐらいの長さで刈り終われた。で、こういうとこですね、もともと地面の草がちょっとこう生えてない少ないところ、そこに差し掛かるとですね、やっぱりちょっとこうふわっと急に抵抗がなくなるから、ふわっと浮いたりとか、深刈りをしようと思ってちょっと斜めにしたりすると急に地面があらわになってるので、ガーッとやっぱり噛んじゃったりとか、もうこれは私のテクニック一つだと思うんですけど、こういうところになると長さがちょっとまばらになったりとかはしたかなっていう気がしました。この辺はですね、ちょっとデコボコしてるんですよ。草物量もちょっと多かったんですけど、ここはちょっと長め、まあ、長めっつっても全然ですよ、他のとこと比べると少し長く残っちゃったり、あとこっちは短くのな、ちゃんと切れたり、こう挟める部分がないぐらいですよね。だけどこっちはちょっと挟めるのがいっぱいあったりとかって、こうやっぱデコボコとかしてると、まあ、なんかいつもの感覚で腕を操作しそうになるので、本当に何にも考えずにふわん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 させれば多分同じ高さで刈り切るんだろうなって。あとこう草が多いからちょっと深刈りを軽く斜めにしようかなとかって思ってると、いきなりガコンってなんかこうデコボコしててバッと削ったりとか、そういうこともあるかな。なんか変に考えると本当にすごい弱点をね、あらわにさせられてしまう感じはしましたねでも全体的に気持ちよく刈れた、いいんじゃないかな、十分十分。でこの株の奥側、こちらもですね、前まではこのグルガリで向こうも飼ってたんですけど、この株より奥の方は柿の木とか梨の木、あと向こうの方はみかんとかですね、いろいろあるんですよね。あと切り株だったり石が結構大きいのが落ちてたりするので、こっちに関してはハスクバーナーでパワーでもうバシバシ刈っていこうかなと。で株間なのですごく刈りやすいんですよね。なんであっちの方でやろうと思います。なんでこっちは残しておきます。最後駐車場横、そこだけ刈って終わろうかな。
った。そうだな。ボードが飛んでっちゃった。あれが取れてる。かしめ、かしめって言いましたね、上の留め金の部分。あ、もう飛んじゃってる。ここがね。ありました。いや、あの駐車場横がすごく伸びてたから難しかった。なんかすごい無駄に時間がかかってしまった。よいしょ。あ、今日あの防振手袋をつけてるつもりで、違う、いつものやつをつけてたんですけど、あのやっぱビリビリはします。ビンビンする。でもなんだろう、体の負担をグッて力を、変な力をかけなくていいからすげえ楽です。肩とか首とか、あの頭痛持ちなんですけど、あの勝手に浮いてくれるし、勝手に動いてくれるから、ちょっとアシストさえ、自分の方がアシストされていけばですね、あの勝手に動いてくれるから、こっちに余分な力がかかんないんですよね。だから
あ、ちょっと肩力入ってんな、ちょっと抜こうとか、あ、背中少し曲がってなんか姿勢が悪くなってきたなとか、腰が抜けてるなとかって、なんかそういうふうな自分の体をに考えをこう巡らせる余裕ができるっていう か、それが本当にいいですね。なんかあの慣れるまでにもう少し時間かかるのかなとは思ったんですけど、今日でも気持ちよく枯れました。あのやっぱ場所によってデコボコするとかっていうのは、多分これつけてなくても普通 の、あのチップソーとかナイロンコードで買っても、多分私ガッて削ったりとかあのうまく綺麗にね、まんべんなく切れなかったりとかっていうのは絶対あると思うんですよね。だけどこんなに体が楽に こんなに綺麗に枯れるっていうのは、やっぱこのアシスト、あのガッツエアアシストライト様々だなと思いました。 あとやっぱ本当切れるナイロンコードつけないとダメですね今日はもうエンジン式、あの私のうちで使ってるやつの電動タイプがちょっとうまくアシストされなかったので、こう浮き上がるっていうのがちょっとこう実感できなかったので、もうこのエンジン式でやりましたけど、何の話してたっけ忘れちゃった。ナイロンコードね、そう、電動だとやっぱパワーがちょっとね劣る分、キレのいいトルネードとかっていうのを使った方がいいですねって、そういう意味でもだと思いますっていうコメントもいただいて、まあ、確かにそうだなと思ったんですけど、エンジン式でもやっぱ切れないナイロンコードだとすげえ時間かかる私の技量だと思うんですけど、さっきの緑、あ、オレンジのやつは切れたけど、今つけてるやつはただの四角いやつかな、もう安いやつ、あれやったら全然進みませんやっぱねバシバシ切れる方が気持ちいいですね。15でとりあえず今日はあの子供たちが遊べるエリアだけは きれいに枯れたんじゃないかな。まあ、今後もですね、こちらガッツエアアシストライトもっともっと使いこなして、あの乗り面とか、あともう少し草丈があるところでもこうガツガツ枯れるような技術をあの身につけていけるうちには、もう夏が終わって草が伸びるのが終わってるでしょうねで来年また初心者から始めないかんというもうまだもう少しはね伸びる期間があると思います。11月頃ぐらいまではちょっとずつ伸びてると思うので、まあ、少しずつ練習して頑張っていきたいと思います。あとは飛散物結構飛びました。やっぱり飛んだけど、分かります、この前も言ったけど畑も落ちるんですよ。張り付きがないっていうね、これはやっぱり下にこう空気を送ってるこのガッツエアアシストライトのこの特徴のおかげで、自分の方に飛んでくるっていうのが、まあ、割と少ないのかなと。まあ、自分の方にやっぱバーッと来てるのは目に見えてましたけど、なんだろう、ベターッとこう張り付くほど、まあ、本当にない。畑は取れる、ありがたいちゅうことで今日は、エンジン式の草刈り機にですね、かつエアアシストライトをつけて、あの草刈りしていくという作業を行いました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価をしていただけると嬉しいです。いつも温かいコメントありがとうございます。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。